みなさんこんにちは、えー、ただいまより学習経験者向けコースの選び方についてのガイダンスを行います、えー、タントレックスに講師岡崎光則ですよろしくお願いいたします早速ですね、えー、始めていきましょうお手元にもしパンフレットあったらご準備くださいもしなければこのまま画面見ていただければ十分にえ理解していただける内容となっております 今回ですね、学習経験者向けの講座2021年合格目標のものの解説になっていきます。まずですね、えー、今回本試験受けた方、えー、本当にお疲れ様でした。どのような感想を得られたでしょうか。いろいろ反省点とかあると思うんですよね。こうしとけばよかった。ああしとけばよかった。自分自身の弱点とかも見えてきたんじゃないかなと思うんですよ。それをしっかりと徹底的に潰していく。 もう見えてきた弱点があるならばラッキーです。その弱点さえ潰していただければ次間違いなく合格することできますので是非ですねレックと一緒に歩んでいっていただければと思うんですね。今回準備されたコース4つあります。開いてみますね。えー、フルコースあとはコンパクトコース、書式強化コース、ベースアップコースひとまずですとコースになっていますが一、まあ、つ一つの講座を 単価で受けていただくことも可能ですのでスカもご安心くださいただコースの方が明らかに値段としては安くなっているのでまあ検討する価値があるでしょうね左下の方にレックが考える、えー、理想の時間配分ってものが示されております、まあ、時間配分も考えていきたいなところで択一40分土地50分建物50分見直し10分と、まあ、理想的ですね もっと言えば、まあ、40分から50分ぐらいは択一かけてもいいんじゃないかなって僕の中ではあります。択一で何点取れるかでほぼほぼこの試験は決まってくるところがあるからですね。であとは、えー、パンフレットもしあったら見といていただきたいんですけどねいろいろ弱点ごとにこのコースがいいんじゃないでしょうかってことが示されております。いいでしょうか 次のページですね。講師についていろいろ書いてあります。コメントが載っております。合格者の声もいただいております。参考にしてみてください。いいですかね。えー、こちら、スーパートックン講座のテキストと書いてあります。4ページです。で、まず知っていただきたいのは、この中上級講座というのは、このスーパートックン講座と、あとはトーレ連の2本柱になっています。この2つで、 原則中上級講座とというこになるんですね他の講座はまあそれを補う講座っていう形になってますので位置づけ的にはこのスーパートックン講座とあとはトーレンが中上級講座の内容となります、えー、スーパートックン講座おすすめの点まず一つ目ですねテキストが最強だと素晴らしいと僕自身は講座を受けたわけではないです入門講座だけで合格しているところでありますので ただテキストを見た時にですねものすごく感動したんですね分かりやすいなと何が分かりやすいかというとこのワンポイントアドバイスってところですよこれ見てどう感じますか皆さんなんかスカスカだなって感じますか僕これ見た時にですねなんて丁寧な解説なんだろうと思ったんですよ丁寧な解説ってのはズラズラズラってこう文字が書いてあるものじゃなくて いいらないももののを全部削ぎ落としたものだって僕は思うんで、すよでこのスーパートークン講座、このワンポイントアドバイスが素晴らしいです。一発で分かるようになってるんです、大事なポイントが。論点ごとにワンポイントアドバイスが載っており、シンプルに、えー、整理することができる。で、問題が載っている。解いていくことができる。このテキスト、本当に最強ですから、えー、ぜひですね、スーパートークン講座、えー、ご検討くださいところです。 書式の方も素晴らしいんですよ。書式もいろいろ見ていただくとわかる通り、マークの仕方とか、えー、ラインの引き方とか、メモの仕方とか指定されてるんです。これすっごく強くて。書式はもう皆さんご存知の通り、パターンがあるんです。基本的に崩れたパターンの聞き方ってないです。パターン通りに聞いてくる。こちらからとしてもできる準備はとにかくパターンを作ることです。こう聞いてきたらこう答える。 こういうふうに変えだったら、こういうふうにしていく。パターン通りに返していけば、十分に合格点が取れるように作られてますので。パターンを身につけるっていう学習が必要なんですね。その時に、自己流でパターン作ることできればいいんですけどね。そこで失敗する形も、方もいらっしゃるわけです。そういう時に。一回このパターンを提示しますので、こうやって。解いてみたらどうですか。これ通りに解いていくと、本当に間違いなく。 ミスなく答えていくことができる。それが身につけれるテキストです。いいですか。ただ問題が載っていて解説載ってるだけじゃないんです。どうやって問題解くのかそこに踏み込んでるからこそ、このスーパートークン講座のテキストは価値が高いんですね。いいでしょうか。計算の仕方も載っているし、作図の仕方もこれも最初はちょっと面倒くさく感じるんです。定規の使い方ぐらいもう自分でやるよと思っちゃう方が多いから。 でも、これ通りに書いていくと、早いんですよ。自己流よりも、一回、プロのやり方を学んでみる。そうするとですね、時間配分がすっごく短く短縮できるという話です。おすすめです。はい。次、答練いきましょう。答練。上級範囲指定答練と直前ファイナル答練があって。まだまだ心配な方は、この最終チェックテストまで受けていただく。ものすごく答練って大切です。 レックの答練ちょっと難しいっていう、えー、お話を聞きました。確かに問題見ると難しい問題が続いてるんですけども、やはり答練は受けない手はないですね。答練受けてこそ本試験で、えー、実力を発揮することができると。あくまで皆さん必要なものは何かって言ったら、もちろん書くを解いたりとか、テキストを読んでいく。それが基本なんです。基本なんですけども、本試験で点をいかに取るか、 で、合格不合格決まってくるんですよ。となると、本試験を何回受けたことがあるかで決まってくる。実践練習ですね。実践の場っていうのは自分で作ることも,もちろんできますよ。できますけども、当練の力を借りると全然違ってくる。できれば新作でいきたいです。問題も見たことない問題を見た方が、いろいろ自分の弱点とか炙り出されるんですね。 時間もしっっかり決まってた方がいい始めてくださいはい鉛筆置いてください言われるで横に人がいる周りに人がいる物音がする時間が迫ってるその中で問題解くっていう作業が、えー、どれぐらいそれをくぐり抜けたかによって皆さんの本番での力っていうのが育ってきますからそれ考えると自分で場所を作って自分で過去問持ってきて。 当練やってみる自分なりのねもちろんそれでも力はつくかもしれませんがやはりですね周りに知らない人がいてで時間がちゃんと区切られていて絶対に妥協できない時間通り始まり時間通り終わるこの環境に身を置くことがどれぐらいプラスになるのか一度考えていただいてトーレン検討してみてくださいトーレンは受けた方が受けた人と受けてない人だったら間違いなくですよ 間違いなく受けた人の中から合格する確率の方が高いです。当然受けてみてください。いいでしょうか。はい。えー、合格者の声書いてあります。いろいろ載ってますね。読んでみてください。さっき実は1時間バージョンもね、あの収録したんです。その時に書いたものなんですが、これ見てみてください。えー、合格はすべてを肯定する。これメッセージです。 今皆さんがいかに悩んでいても苦しんでいても自分自身に対して自責の念を持っていたとしても来年合格したならば全部が肯定されますから今ある苦労は今あるこの苦しみは今あるこの悩みはああそうかこの合格のためだったんだ合格した時にあの時あんだけ苦しんだのはそうかこの合格を勝ち取るためだったんだ肯定できますのでこの 合格者の声を見れればですすよそれが分かりますね全て入ってる適さだった時間配分がポイントだったこの講座が良かったこの講座が感動的だったずっといい判定だったこういった言葉はね不合格の方は言いませんこんなことあの時こうすれば良かったなって書いちゃいます不合格の声だったらねこうすればこうだったのに合格してるからこそ全部が肯定的に捉えられるんですよ合格は全てを肯定します是非ですね 来年度の合格2021年度の合格を一緒に勝ち取っていきましょう全部が肯定されるからはいこちら見ていきましょうフルコース全部入ってるコースになりますこちらコンパクトコースです気をつけたいの一つ、えー、計算特訓講座これ有料ですからこのお金に入ってないんですね 安安いいお金で安い料金ででで料受けることができますそれが有料オプションですだからコンパクトコースがこの2本柱になりますスーパートックン講座とトーレントこれが基本的な形でしょうねで他のものも取りたい方はフルコース選んでいただくのがいいんじゃないでしょうかリースタート講座僕が担当するんですがここにしか入ってないんです残念ながら是非ですね取っていただきたい宣伝でした はい、書式教科コース。書式だけしか、えー、問題点ないよって方はね、これでいいんじゃないでしょうか。ベースアップコース、インプット完成講座。実はこれはですね、ほぼほぼ入門講座です。だから入門講座は受け直しって考えてもいいかもしれません。これ、おすすめしたいんですよ、実は。中上級だから、いや、もう何年間か受けたから、入門講座1回受けたんだよって方もいらっしゃると思うんですが、もう1回検討する価値はありますよ。 僕も入門講座担当したことありますけどやっぱりいらっしゃってました一回入門講座受けたんですけどもう一回来ましたって方やっぱりね勢いが違うでその方々は間違いなくもれなく合格していってるんです入門講座受け直すもちろん労力はかかってくるしお金もかかってくるし時間もかかってくるしもしかしたらちょっとプライドもね傷つくかもしれないだけども入門を受け直してのはすっごく有効な手段ですから検討する価値はあります え続けていきましょうこちらにですね講座一つ一つの解説がされております十分に見ておいてくださいリースタート講座僕が担当している講座ですここ特に伝えておきたいですね過去に2回以上本試験受験して択一の基準点が超えられなかった方特にですよもしこの画面見てる中でいらっしゃったら皆さんちょっと厳しいこと言うかもしれませんが皆さんの勉強方法を 間違ってるかもしれない。頑張ってないと言いません。僕、頑張ってないからこうなんだ。もっと頑張れと言いません。じゃなくて、勉強の仕方がちょっとずれてる可能性がある。で、このリースタート講座はもちろん、えー、再スタートですから、入門講座を受けてブランクがあるんだって方とかも対象にしているんですけども、勉強の仕方をちょっと変えてみませんかっていうのも裏のテーマにあるんですね。で、普通の講座とは少し色合いが変わっています。 こうやってまとめまくってるんですねいろんなところをねここまとめてみたまとめてみたまとめてみたで覚えてください覚えてください覚えてくださいで作ってますリスタート講座もし頑張ってるのに力が出ない、えー、点数に繋がらない方は、えー、ぜひこれ検討していただけるといいんじゃないかと自信を持って、えー、お勧めしますいいでしょうかもうダメかもしれない諦めてる方これもね ここういいっったた方に向けてて僕は講座、えー、講座義をしたいなと思っていると思るろがありますもうダメかもしれないって方特にこの講座ご検討ください全然できるんだよって方はねこの講座不要かもしれませんかなりなんだろ徹底的にやってる講座だから初歩的なことをねスーパート訓講座これも柱です間違いないです山崎先生と池永先生が担当してくれます いいでしょうかもうスーパートークン講座間違いないですよこの講座を受ければ基本的にはもう十分に勉強したことになりますインプット完成講座これも検討の価値があります木村先生すっごい講義うまいです平野先生僕会ったことないですけども一度お会いしたいなと思っております特に書式問題集これが新しくなったんですね今回ねこれがものすごく目玉です もともとすっごい使いやすかったレックの徹底解析編の書式問題集なんですが新たに木村先生がそこにいろいろ手を加えて新しいテキストに生まれ変わっているという話ですものすごく期待大です実際にインプット完成講座もう一回受けることぜひご検討ください続けていきますと計算特訓講座ですこれすごく有名な講座になります 皆さんの中でまあ土地の問題とか計算問題が苦手なんだって方いらっしゃったらこれおすすめですね。計算特訓講座を受けてこの講座をしっかりとマスターした上で本試験でもし解けない計算問題が出たとしたら出たとしたらそれは誰も解けないやつですだから胸張っていいですそれぐらい計算特訓講座を受けるってことは意味がありますこれやっとけば間違いないです計算について 他の人が解けたのに解けなかったって問題は存在しません申請書基本的には択一ができて申請書ができて計算ができてこの順番ですよねまず択一がマスターできてないと話にならない次に申請書が書けてないと基準点届かない計算ができてると合格点に届きやすいって話ですよ 申請書マスター講座もおよそ本試験に出るであろう申請書はほぼ網羅してますかなり分厚いテキストなんですけどね是非、えー、この講座もご検討ください上級範囲指定等連これ僕が講義担当します是非 <coughs> 受けてみてほしい次に直線ファイナル答練がありますいや答練8回あるんだったらこれ十分じゃないのって方はですねお話ししたいことがあります何かとというと <coughs> ちちょっっととここれだと見づらいかかにしようかな。一、ね、回試験受けて落ち着いた方次に火がつくのいつって言ったら結構ですよダラ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 過ごしてしまって願書を出す時に初めてまた目が覚めたりするんですよあそうだ試験受けるんだったちょっと遅いんですねでファイナルトーレンを十分に活用しようと思ったらつまりトーレンで徹底的に 自分を訓練しよようと思ったら準備が必要なんですよどの範囲が出ても一応答えれるって状況を作ってからファイナルトーレンに臨みたいんです,これが王道です理想的な形そしたら弱点が見えてくるから本試験で間違えることがないでもね多くの方はファイナルトーレン全部の範囲勉強する前に突入しちゃうんですよ。ならあ勉強足りてないあトーレンここ間違えたああ 足りてないああ間違えたこれの繰り返しになってぐっちゃぐちゃのまま本試験突然よってなるんですよこれを今回はなくしたい皆さんは中上級だからでこれがすごく効いてくるんですよ上級範囲指定等連で一周しますこれは範囲が指定されてるから勉強しやすいんですこの二ヶ月間で六回を使って全部の範囲を一回やり直しをする 一周しきって全範囲がある程度頭に入った状況を作る作った上でファイナルトーレンに入るからこそこのファイナルトーレンが効いてくるんですよ準備が万端だから万端の中でファイナルトーレンを受けるから弱点があぶり出されるんですいいですかまだ一周せずにここに入ってしまうとわけわかんないまま進んでしまうんですよファイナルトーレンを十分に活用しようと思ったらそれまでに 全範囲がができているる必要がある <coughs> そのためにこの上級範囲指定登壇を受けていただくことがものすごく有効ですから是非、まあ、レッグの登壇というのは少し難しいという話は聞いてるんですけども難しい感っもちろんすごく大切なことなんですけどもそれよりも新作の問題を解いて知らない人たちの中で時間を決められている中で実力を発揮できるか実践の場ですから解ける解けない関係ないですよ。 自分しかそこまでに準備をして自分の実力が発揮できたかの方が大事なんですそう考えた時にぜひこの上級範囲指定トーをですね活用いただけたらなと思っておりますもうお勧めはとにかくこれを受けてからこれを受けてで本試験に臨んでいただくちょっと心配だったらこちらもやっていただくって形でしょうかまあ、セットならばついてますからね十分に対応していただくことができるんじゃないかなと思っております もうかなり時間が来てしまったんでここまでにしておきますね、えー、最後に伝えたいメッセージとしてはまあこれですねちょっと見づらくてすいません合格は全てを肯定しますもちろん合格したらそこがまたスタートラインなんですよあの実務でじゃあ今度はどういう風にしていくのそこで試されてくるんですけども今皆さん試験に向かって頑張ってますよね いろんな悔しい思いとかいろいろ自分自身を責めてしまう思いとかあると思うんですでもそういったものもね全部いいですか？全部合格することであ,あ、このために苦しんだんだこのために頑張ってきたんだってことが全部肯定されますからぜひですよ諦めることなく2021年次で決めましょう次で決めるために必要な最適なコース講座が全部レックにはありますので ご活用いただければと思っておりますこれで今回のガイダンス終わりにしますお疲れ様でしたありがとうございました